百人一首4山目の赤人の歌です。田子の裏に打ち入れてみれば白貸の富士の高根に雪は降りつつ歴史的仮名遣いはこの部分白貸ですね。百人一首に持統天皇の歌にも出てきました。 白蛙とは木の皮の繊維でおられた真っ白な布のことなんですけれども今回は次の言葉富士にかかる枕言葉です白たえの富士では何か富士の富士山の白さを表していることがわかるわけなんですがそれはやはりそう雪ですよね。ではここで山辺の赤人についてお話をしましょう。 百人一首はつつ並んんだ歌に何かしらのつながりがりあるんですね。では2つ並んだ1つ前といえばそう百人一首3柿本の,の一まろの歌でしたね。ということでこの「赤人」と柿本の,の一まろのつながりをご紹介しましょう。平安時代にはこの2人についてこのようなことが書かれていますよ。 一マロは赤人が上にたたんことかたく、赤人は一マロが下にたたんことかたくなんありける。はい、赤人が上、一マロが下とありますが、このがは格助詞でしてのと同じなんですね。では赤人の上、一マロの下となるわけです。それそれから。 たたんことのこのむですが、水量の助動詞心、その中でも意味は、今回は遠極なんですね。遠極とは何かと言いますと、〜何々のようなという言い方をするんです。ですから、人まろは赤人の上に立つようなことは硬い。 一方赤人は人丸の下に立つようなことは硬いと言っているわけなんですけれどもじゃあこの硬いは何かはい漢字に当てるとすぐ分かると思いますよ硬くはこの難しいという漢字を書くんですですからそのまま難しいですねさらに「難ありける」と区切られますがこの「難」さらに「 結びが連体形になっているそう係結びの法則です係、えー、結びについては、えー、第1章第3章でお話ししていますね今回は脅威で使われていますまさに何々だったと言っているんですねそれぐらいこの人物と赤人は並び称される優れた家人たちなんですよ では先ほどね、枕言葉についてお話ししましたが、もう一つ和歌の特徴としてよく用いられるものをお話ししたいと思います。それは、タゴノウラという言葉です。歌の中に読み込まれることで親しまれてきた名称を表します。じゃあ、ゴノウラってどこ そう、駿河の国です。今の静岡県ですね。まあ富士山が見える場所と考えれば大体の予測はつくかもしれませんがこの田子の浦「裏という字があるように海岸なんですね。えー、現在と同じ場所かどうかは疑わしいそうですね。はい。 もちろんあのタゴノーラだけではありませんよ、えー、全国的にたくさんあるわけなんですけれども歌枕と言いますこれから百人イエッ100番まで勉強する中で、えー、出てくるたびにお話はしていきますがぜひ、ね、皆さんご自分でも歌枕と調べてみてください皆さんのお住まいの地域やなずみのある場所が出てくるかもしれませんよ では、この赤人の歌なんですが、聞き覚えがあったりしませんかうん、それはね、あの、百人一緒で知ってるからということではなく、この講座の第2章、有名作品編の万葉集の中で、雨土のから始まる長歌の繁華として、この歌の原歌が出てきています。 そう。原価とは元になった歌なんですよ。ですから、この機会にね、ぜひ第2章、あの、復習し直してみてください。きっと面白い発見がたくさんあると思います。えー、時代的なことをお話ししますと、えー、平安時代になると、この超歌というのはだんだんやらなくなったそうですね。そして、えー、藩歌のみが独立していく。で、藩歌が残った結果、少しずつ変更が加えられて、このような歌に、 なったということです。タゴの裏に。まあ、そのままですね。タゴの裏に。打ち入れてみれば。はい。バーは大事な接続助詞ですね、えー。第3章の読解問題を解くための講座でお話ししています。えー、上が、ばの上が、見れと言って、 見るという言葉の依然形になっています。依然形とこの接続助詞の場の組み合わせでこんな意味が出てきます。一つ目、原因を表す何々なので二つ目、何々したところ偶然にというニュアンス三つ目、何々するといつもというニュアンス 今回はね、この二つ目、何々したところ、偶然にという意味なんですね。はい。自然な訳としてはこうなります。出てみると、まあ、偶然に発見したこととして、後ろの内容が続くんですね。三句目の、白たえのはとにかく真っ白そうを表します。真っ白な富士の高根に、 富士山の高めに、雪は降りつつ、はい、このつつという接続助詞。百人一首一の天智天皇の歌に出てきましたね。反復継続、つまり時間的な流れを表すんですよ。雪が後から後から降っているという訳はどうでしょうか。 皆さんのイメージの中に、まあ、遠くの方に富士山がどっしりとあって山頂の方は真っ白な雪で覆われているそんな光景が描きやすいのではないかと思います。このようにね景色を歌った歌のことを「女系歌」というんですけれども、えー、赤人が得意とした自然描写の歌だったそうですよ。 さあ、またね、えー、最後に、えー、長過と繁華についてお話をして,しておきますね、えー。第2章の万葉集のところでしたね。百人一首4のこの歌では、えー、富士山そのものを望むはっきりとした景色が描かれました。一方、繁華として存在していた原価の方は、長過との続き。 一体何を歌っていたかというとそれはやはり富士の神々しさです。このような違いもね改めて見てみると面白いと思いますよ。では最後に垂れた札を取る時の決まり自由をお話しします。タゴと聞こえてくれば富士の札を探しましょう。タゴといえば富士です。 タゴの裏に打ち入れてみれば白えの富士の高根に雪は降りつつ百人一首4山辺の赤人の歌以上です。